はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。仮面ライダーブラックサン、めちゃくちゃ面白いですね。見ました皆さん、アマゾンプライムの。そんなことはどうでもいいんですけども、今回ですね、この仮面ライダーブラックサン&シャドウムーンっていうカードをね、使っていこうと思ってまして、これ診断っていうか、まあ12月のね、このパックで登場した、カードなんですけども、これね結構いろんな使い道あるんですよ。これどういうことを思ってるかっていうと、自分と相手のフィールドのモンスター1体ずつと対象を取って、そのモンスターそれぞれに表示形式をによってね、効果提供できると。表だったら裏にするし、裏だったら表にするっていう効果になってるんですね。だから一応相手のフィールド上にモンスターがいないといけないんだけど、月の書と太陽の書を速攻魔法で打てるっていうカードになってるんですね。でですね、月の書といえばと、月の書といえば今最強のギミックは何かという話なんですけども、でね、月の書といえばね、これなんですね。覇王竜の魂。月の書ギミック、これ、覇王竜デッキの時でやりましたけど、これザークって、この覇王竜の魂っていうインチキカードで脱法召喚できるんですけど、ライフポイント払うと、これ特殊召喚成功時に全部突破するっていう効果があるんですね、こいつ、相手のフィールド上のカードを。これが一応、その、覇王竜の魂の効果で出したもんさ、無効になっちゃうんですけど、月の書とかサン&ムーンみたいなカードで裏返してあげると有効になるんですよ、効果が。要するに全部パーが通ります。で今回は、ね、要するに月の書実質6枚体制というね、こういう構築が、可能となりましたので、今回はこの月の書とサン&ムーンをガン詰めした、羽織の魂デッキ、でこれデュエルしていこうというふうに思っています。結構楽しいですこれ。はい、でちなみにですね、これだけだとちょっとさすがにこの2枚コンボで弱いっていうことで、月の書とかサン&ムーンと相性がいい、デッキは何かっていうと、ひっくり返す、オセロみたいなことできるデッキが一番強いんですよ。面子ができるデッキが。ということで、今回はサブテラですね。はい。いろんなね、リバーステーマとは相性がいいんですけど、一番、ね、やっぱお手軽で強いのは、この同種 B とかできるサブテラだと思ってて、でしかもこのザークとかのね、月の書とかのコンボをその邪魔してくるようなカードを無効化してくれるから、動詞4マが。なので、このサブテラーに、サポートは任せて、無効系の効果を使ってもらって、なんかその相手がめんどくせえ効果を発動してきたら、こいつらで無効化しながら、こっちはサン&ムーンと、月の書で羽織る魂からのザークの効果を通していくと、こういうデッキとなっております。早速ね、この豪快なコンボを決めていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、サン&ムーンか月の書を引きに行きたいですね。とりあえず地中海シャンバラを発動。これ地中海シャンバラサブテラーつけてくんねえかな。そしたら最強なんだけどな。サブテラーカードにしてくんねえ俺。で動詞セッティングでシャンバラ効果、オセロしていく。はい。でオセロ効果動詞で何らかの、ここで反応するってことは無限保養か、エフェクトベーラーかどっちかかな。多分シャンバラになかったんで、保養ですね。はい、OK です。了解しました。DCG 特有のなんかチェーンでなんかその持ってるカードバレるっていうのあるよね。ここもちょっとなんかうまいこと作ってくれると嬉しいんだけどな。バレちゃうから。で、合剣発動。で、合剣効果でトラトリ、動詞、金剣か。一旦金剣打てるよな。金剣打つで、月の書かサン&ムーンを探しに行きましょう。はい、さあ6枚カード除外するぞ。これなんか最近なんかルーンそんなに流行ってないから、言うてね、バックジョッキそんな飛んでこないから。あー結構いいね、いいじゃん。いやこれさすがにサン&ムーンでしょ。サン&ムーンですわ。サン&ムーンとかいう謎カード。月の書と太陽の書内蔵してるんですよ。だからサン&ムーンなんですけど、相手のモンスターとフィール、自分のモンスター両方とも対象に取りまして、で、その2つのモンスターを表を裏にして裏を表にするっていう、どっちでもいいんだけどね、正直形式は。合同も発動されて、これは無理だろ。合同はあかんくないか。サブティラの用も発動しないか。これゴードンはちょっとアドバンテージを稼がれすぎるから、これさすがに同士で無効に、同士じゃねえや、ヨーマで無効にするわ。で、
妖魔を裏守備にしなが、妖魔じゃない、同士を裏守備にしながら相手の発動したカードの効果を無効にしていくからのビッグフッティングきた。でけえ足、ラバーゴー入ってるか、危ねえ、ラバーゴーレム入ってる。でビッグフット出てくる。でワンドロー入る。なるほど。いやこれね、未回帰連発されて当てられ続けるとかなりやばいね。うん、それが一番やばい。怪獣はそんなにやばくない。あ、オッケー、バトルフェーズいいでしょう。バトルフェーズはいいでしょう、まあ、それはシャンバラ効果で攻撃を無効にしながら、これ殴んない方がいいですよ、サブテラーは。なんもなかったらで、これ攻撃無効にしながら同士の効果あの有効になって、これサーチ入っちゃうんで、サブテラーデッキは裏守備 殴っちゃダメっていうのはもうなんか太古から言い伝えられてるから。エンドか。いや3000がね突破できないんだよね4000出さないと、4000出さないと突破できないんだよな。行くか行くか、行くしかねえか、これうるせえ、行こう。いや絶対早い気がするこのコンボができるぞということをお前にお見合わせやるぜ。行け、覇王竜ザークを特殊召喚、そして覇王竜ザークの効果発動に遅延し、サン&ムーンを発動。サン&ムーンの効果によりフィールドのモンスターを裏側守備表示にしていく。すると覇王竜ザークの効果が有効になり、相手のフィールドのカードを全て破壊する。バゴーン。絶対早かった気がするけど、これやりたかっただけですよね。これがやりたかっただけなんです僕は。まあ、ちなみに裏趣味になってるんで、ザークの効果はもう元通りですこれ。はい、で、どうしよう、攻撃表示に変更するしかないか。絶対早かったわこれ絶対早かったわ。この動きやりたすぎてちょっとあのソロ気味にやってしまいましたが、絶対に早い。スモークモスキート、なるほど。怪獣未開行きかぐやデッキみたいな。これはですね、ほっとくとエクシーズチャージされてめんどくさいんで、これ止めますか。一応ね、止めますか。これね、なんか前に出てくるとめんどくさいんだよね、あいつ。どっちにしても前出てくるから、これ。一回これ裏にしてから4000、ここで使うのすげえもったいない気がするけど、まあ、モスキート出てくるよりはマシ。あれ、ほっとくとなんかレベルなんかその上げて特殊召喚したりとかそういうのがあるんですよ。それがめんどくさいんですよね。まあ、これこうしまして、で同士の効果を発動しますと、でですね、まあさすがに一回妖魔ですね。はい、でもう一回効果無効にするような構えをしといてからエンドじゃないですか。これ結構ね、あの有効で、このザークの横で一生同士裏返したり表にしたりしていけばね、結構強いっていう、これがサブテラーの同士ビートの強さですよね。ライトニングストーミングきた。ライトニングストーミングで魔法トラップカードを破壊。魔法トラップなんだ、え、マジ魔法トラップなんだ。あ、でもそうか、確かにあれか、ザークを破壊するとめんどくせえもんな。まあ、ただどっちにしてもめんどくさいぞ。お前が魔法カードを発動したことによってやべえモンスター各語彙力が爆誕するって、これモンスター効果の方がいいか。モンスター効果無効マン出しよう。ですね、どこ見や、はい、クリスタルクリアウィング、そしてスターブベノム、かっこいいでしょこれ、全員召喚ムービーなのにね。でブレイブアイズちょっとないんですけども、ちょっと申し訳ございません。そしてアークリベリオンもありません、申し訳ございません。オッケー、でもこれこの場面見て強そうでしょ。これ怪獣で処理しきれんだろこれ、無理やろ。アーゼウスが一番きついか。まあでもアーゼウスはまあなんとか、あの妖魔かなんかでなんとかだと多分。クリスタルウィングもいるし、スモールワールドあかんくね。スモールワールドあかんでしょこれ。これもう程度2枚でしょ。でもスキードでしょあれ手札。いやこれ なんとかなるでしょこれ。これもうこれ無効にしたら、ヤモータも相手きついでしょ。でモンスター効果無効が1回ある。でモスキーとか1枚、未開機とか怪獣でも大丈夫ですね。これはさすがに勝ったと思われる。もう相手やることないと思う。もうモスキートしょ、あーアルファ来んのか、なるほど。アルファロメオ来て、でアルファでぶん殴られてもまあそんなに何殴られてもあんま関係ないですねこれいやこれね、ハオールの魂の墓地効果多分使わしちゃダメだよ絶対。では地獄のデュエルをご覧いただきましょう。今回はあまりにも対戦時間が長すぎてリプレイでお届けしております。
なんと、実録25分ぐらいデュエルしてましたんでくっそ長かったんですよ。ちょっとリプレイでお届けしましょう。はい、で、一応最初はサブティラーの同所ドヤ顔で出して妖魔抱えてエンドですね。はい、そしたらなんか相手ともアダマシャなんですよ。で小脇メールガーディアン飛んできて、でぶん殴ってくるんで、まず1回オセロします。オセロして裏返すと、はい、で守備力1200なんで殴れますね、これ。まあ相手もね、多分ね、さすがにね、サンクスあったんで、これ警戒したんでしょうね。さすがに小脇メール展開はしてこなかった。小脇メールじゃねえや、アドマシア展開はしてこなかったのかな、かもしくは手札にないか。でガーディアンをぶん殴って、でカード1枚セットして、覇王の魂とかいう最強カードセットしてエンドで打って、魂の効果で統合召喚過去脱法召喚ザーク来た。はい、でザーク効果発動するのはこれ無効なというか意味がないと。でここからですね、はい、あとはまあ相手の展開どうしていくかと。で、アダマシアクリスタドラゴンに入ってたんですよね。デッキはなんか40枚ですけど、これ入ってる人珍しいですよね。はい、で、ドラガイトからの、シーカーで、シーカー読書化されるとガチでやばいから、展開伸びるじゃないですかこれ。なので、ヨーマで無効にしていきますと。ヨーマちなみに墓穴めっちゃ絡んでね、これ過信しない方がいいです。過信しすぎない方がいいです。はい、でも出てこれませんということで召喚権使ってるんで、こうで、ここで私反転して、あ、増獣ってきますと。増獣効きません、このデッキ。特殊召喚しないじゃないですか。はい、増獣はこれ相手焦りましたねこれで、サブテラ同士効果で反転するが、増獣俺らの持ってる最強、あまりに強い。これでヨーマをサーチすることができなかった、これは厳しいと。で、ザークこのままだと死んじゃうんですよね、これ。ハオールの魂の効果って出した次のターンのエンドフェーズで持っちゃうんですよ。なんでここで1回、裏にして効果リセットすることによって、戻る効果を無効にします。まあ、効果が無効か無効になって有効になります、ね。はい、なのでもうこいつは、モンスターの対象にならないし、モンスターというか相手の効果の対象にならないし、効果で破壊されないという状態になりました今。はい、これね。で、トラップトリックセットして、で次元衝撃次元衝撃と、だから無効がありませんと、効果がね。はい、ということでこいつの効果が通ってしまうと、これは厳しい。でプランキッズロックめくれてしまう、まずいプランキッズなんかミュー死んだけど、アダマシアで生きてるからセーフだよな。ああ、でここで、シンクロされるとめんどくせえなと思ったんですよね。なんでここ次元衝撃打ってシンクロ宣言で、あの活属性のアダマシアのやつ出てくるとやばいと、レベル6のからのプランキッズミューで、こっからシンクロは宣言してシンクロ召喚はできませんが、相手なんとリンク召喚が無限にできてしまうということで、これはね正直かなりやばい、負けたと思いましたね、これ負けたと思いました完全に。でここからプランキッズドゥーデル出してレベル4、2台になるんですよね。そうすると見かけ獅子が飛んできて、で見かけ獅子で、ブロックドラゴンさせられるんで、あ、終わったなと思いました、これ。はい、終わったなと思いながらも一応見ます。相手プレミアしてるかもしれないからと思って。はい、でここね、ここでさ、この2体でさ、見かけ獅子作ってブロックドラゴンしたらいいじゃん、多分。あ、なんか知んないけどね、やっていかなかったんですよね。なんかやってこなくて、なんか謎にここでなんかザーク巻き込んで、トラサレシ世界の名シーンぶち込まれて、あ、それなら耐えると思ったんですよね。それなら耐えると思って。はい、でサブテラの同士リバース効果で、シャシ持ってくる。あとはですね、私はトラップトリックと次元障壁とシャッシュだけでなんとかしなければなりません、この盤面を。厳しいが、ここで月の章を引いたと。月の章を引いたということは、ハオール魂とのコンボができるんですね。で、トラップトリックを使ってハオール魂をセットし直し、で、シャッシュを召喚してシャッシュ効果でプラキスロックを破壊すると。でですね、ここでこれ、まあ、このターンハオールの魂をね、ぶち込んで、こいつ分断に行ってもいいんですけど、なんか月の書あったんで、ちょっとやりたがっちゃったんですよねその月の書覇王流コンボをしたすぎて、温存しました。温存した結果として、なんかやばいモンスター飛んでくるんですよね、これ。ガーディアンとかいう、そういえばサーチしてましたねっていうことでまあでもここはまあ、一応殴ってきたんで、覇王の魂打って、魂打ってザーク出して、ザーク効果にガーディアンチェーンされなければ月の書打って、相手のモンスターぶっぱできるんで、まあ、どっちでもいいやと思って、ザーク無効にされても美味しいし、無効されても美味しいということで。はい、で、ザーク効果、で、ガーディアン無効にしてきますと、はい、これ無効にしなくても無効ですけどね、これ実質。無効にしなくても無効ですけど、まあ、これ打たなかったら打たなかったで突き落とされるんで、まあ、どっちにしてもまあ、打った方が相手的には良かったですね。はい。で、ザークで、の、破壊された時の効果、これやばいんですよ。これ皆さん知ってます？これ。
ザークが破壊された場合ペンデラムスケアに置くことができるんですけども、実はですねザークって最強効果持ってまして、ペンデラムスケアに置かれた時の効果バカ強いんですよ。これ P ゾーンに存在していると相手は融合シンクロエクシスモンスター効果発動できないっていうヤバい効果があるんですよ。これガチでヤバくて、これめちゃくちゃ強いです。で一旦に一度ドローフェーズ以外でデッキからカードを打てるのに加えると破壊するっていうこともあるんで、これでなんか相手がコアキメルサプライヤードヤ顔で使ってきたん でガーディアンなんていうカード叩き落とすってことで、はい、バゴーンと強すぎで車種破壊してくれたんですよね。で車種破壊されるとリクルート効果があって最強モンスターをリクルートすることができてしまう。はい、でこれ反転したら相手のカードを除外できるんです、はい、でここで必殺のコンボ、必殺コンボサブテラーマリスリグリアード、あその前に1回ドロー、1回強欲の金マナツボでドロー、はい通る、羽暴起きた最強で羽打つ、はい抹殺相手も強えよな、これ相手も強かったんですよ。抹殺からの羽暴起で1枚ケアしてきた、じゃあこれ強いんだなと、この癖強いんだなと思って、まあ無限保養かなと思ったら無限保養でした確か。でサブテラマリスリグリアード効果で反転召喚すると相手のフィールドのカードをモンスターを1体対象にとって除外するという世界一強い効果があって、でこれを発動するんですが、無限保養とかいう世界一強いカードによって無効化されてしまう効果を、スキショで裏返していくと、これをすることによって無限保養が無効になり実質リグリアードは有効、対象取ってるんで除外きた神ゲーで、これであとは、リグリアードビートをするだけ俺は。で、トラップトリックがセットされている。もうこれ何もセットするカードもありません、ちなみに。デッキの中に。で、相手カード1枚セットして、で、私はサブテラマリツリグリアードを、あとは一生反転召喚していくだけといったところ。で、相手のカードを除外する。よし。で、リグリアードビートよ、これ。あとはリグリアードビート。まあ、どうしかシャンバラ来てんやってずっと思ってましたけど。こうなってしまったらもうさすがに勝ち。かは分からんけど、でリサーチャー効果でヨーマの効果使ってリサーチャーの効果を無効にしていく、でここに墓穴ぶち込まれるこれ冷静に見たらめっちゃいい試合だな、これめっちゃいい試合だわ、これめっちゃいい試合で、サブテラーのヨーマを除外されて無効にされて、これリサーチャーの効果通っちゃうんですよね、通っちゃうんですけど、なんとお相手し無限包容増殖する時ブロックドラゴンシーカー、アナライザーっていうことであまりにも引きが弱い何の成果もやれませんでしたって、何の成果もやれませんでした状態きた、であとは残り100が残ってだけなんで、一応リグリアードを反転して除外してると、はい、やって、であとはサン&ムーンとかいう最強カードが引きましたんでね、あとはこれをセットしておけばもう妨害になりますからこれ、はい、ということで相手たまらずにサレンダー、対戦ありがとうございました。これは25分かかりました。ウィジャ版のさメイト台かっこよくない？ウィジャ版のメイト台めっちゃかっこいいよねこれ。なんかね最初ねリベンデッドスレイヤーがこの着陸する前にね若干見えるんだよね、ウィジャ版のネクロティアがね、うん、すげえ、私有、聖国竜私有ドラゴン。やべえ、俺、初めて当たるかもしれないな、聖国。何これ、この環境で聖国使ってるやべえやついいんだけど。え、ラブラドラドラゴン。あ、これやばい。あ、これあれか、タクシーか。これタクシー出せんじゃん、これ。強くね、え、ちげえわ。なんだこれ。アトエムス、なるほど。寿司三昧。これ何出てくるの、これこっからなんかすげえ、だからドラゴンリングみたいなことされるの、なんかレダメみたいなの出てくるやつ、ちげえわ。ホルスロー黒炎竜やばやばいことしてんじゃん、これスーパールーンメタリッキーじゃん、これホルスロー黒炎竜レベル8出てきたんだけどお魔法しかねえって、魔法しかねえって、大きいの遅れ、やばいって、おい、ちょ魔法しかないって、待って、これあれか、あでもこれ普通に自爆特攻できるんだこれ、待ってくれ、これ天国さんだし、あでも天国さんなくてもさ、これ
これどうしていいんだよこれ。え、これさ、これさ、なんか相手ドヤ顔でさオフレフォルスしてっけどさ、これさこうすんじゃん、でさこうすんじゃん、でさこれはえ、オフレフォルス弱っオフレフォルス弱っ、嘘でしょ、嘘やさすがに弱、さすがに弱すぎませんかね、あまりにもオフレフォルス人生何時代の遊戯をしてんだよお前、何時代の遊戯をしてんの、太古からタイムスリップしてきたんか、なんだよ新天風ってやばいやつおるやんけ、何してんだあいつ、あれお前ちょっと面白いな、デュエルしようぜ。